あれは地球人、ついに地球は我々宇宙人が侵略する。宇宙人、ついに攻めてきたか。この前はよくも一人でベイブレードをさせたな。あんな屈辱はもうゴリゴリだ。地球を侵略する。え、たったそれだけで？我々宇宙人の怖さを教えてやる。これから侵略する。部屋の中まで入ってきたってちっちゃほうほうどうだ、ついに地球に侵略へやってきたぞ。この UFO と共にね。いや、それ小さくない？なんだと？我々の科学の結晶だ。どうだ、どうだ、すごいだろ。すごい、虹色に光ってる。すごいだろ。わお。これが我が、あ、我々宇宙人の科学力の結晶だ。ちなみにこれはな、スターフライヤーというやつだ。7種類の光と2つのプレイモードがあるぞ。リモコンでコントロールできるか。手でコントロール、足でコントロールして遊ぶことができる。え、UFO じゃないの？ではこのスターフライヤーの素晴らしい機能を紹介してやろう。LED ボタンがあってこれを押すと光り方が変わるんだ。本当だ。どうだ、素晴らしいだろ地球人。いや、お前たちにはこの科学力はない。それともう一つこちら側のボタンを押すとセンサーモードに変わる。センサーモード、そうだ、やってみるか。行くぞ。勝手に飛ぶんだ。ここからは、うわあ、センサーモード、ああ、だだだだ、ああ、だだ、おかしいな。なんかもうちょっとプロモーションビデオのやった後、もっとなんかこう自由自在に飛ばしてたんだが、おかしいな。スタート。こんな感じだ。なるほど、こんな感じ。あ、すごい。どうだ、これが宇宙の科学力。おお。どうだ、どうだ、地球人、参ったか、参ったか、地球人。あ、すごい。じゃあ行くぞ地球人。いや、お、うまいじゃないか地球人。ああ、まさか我々の兵器で私に大ダメージを与えるとはなかなかやるな地球人。おお、危ない。ということで今回はこのスターフライヤーで地球侵略を試みたが、まさかの返り討ちにあった。地球人、侵略は諦めてやろう。よかった。今度はお前の元に現れるかもしれんぞ。覚悟してやる。さすがにそれはないでしょ。ない。今日のマーティー君。というわけで今回のマーティー君は動画の最後の方に初めて入れてみました。マーティー君、新しいおやつを買ってきたのでちょっと食べてみようか。こちらダイヤカットチーズってやつだね。愛犬用減塩チーズですね。これ食べてみようかマーティー君。チーズこんな感じだね。ちょっと待って、いいよ。どう？おいしい？おいしい？おいしかった？ああ、そっかそっか、よかったね。はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録はこのマーティックあたりをチェックしてくださいね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ、マーティックン、バイバーイ、バイバーイ。Ho ho ho ho!